サボごっこ。どうも、小雪でーす。どうも、トエでーす。何やごっこって。いやいや、まあそんな深いのね、ハットかぶってるだけや。今日もね、企画考えてきたんですよ、私。また俺をはめる系ちゃうやろな、もうええで。安心してください、今日は違います。何今日は。今日は我々もね、1万人超えたじゃないですか。あー、チャンネル登録数ね。そう、もうこれ、うん、トップ YouTuber の中身。いやいや、もうおこがましいよ。何よ、今日は。まあ、そういうわけでね、せっかく1万人超えたということで、うん、YouTube やっててよかった自慢大会。どういうこと。自慢することの一つや二つや三つぐらいあるやろっていう。ああ、YouTuber になって。そう、まあそういうのをね、ゆるーく撮ろうっていうね、感じのコーナーです。ゆるいの今日。でもやっぱ一番の思い出はジャンプ編集部、あのね、もう聖地から編集担当の方と一緒に生配信に出演させていただいたことが一番こう今自慢できることかなって思いますけどね。マッキーさん、1個目から強すぎる。いやいや、そういうこと言い合うんじゃなくて。そうですね、1個目からそれダメっす。オチどうするんですか、それ。いやいや、オチもなんか自慢大会でしょ。だからなんなんよ、自分は。じゃあ街中で1人2人ぐらい声かけられるようになったみたいな。しょぼくないそれ。ほなもうあれやんか、渋谷とか行ったらもうどうやらいことなの。どうやらいことなの。ほならさ、はい、もう自慢なんかもう終わっちゃったからさ、はい、渋谷に今から行ってきてさ、もう1人でもいいよ、写真撮られたら OK みたいな検証動画にしようよ。え、いや、こいつ自慢大会なんで。だってもうないやろ、それしか。芝居行ってきてよ、今からじゃん、もう。いや、え、え、マジ？ということで、コヤッキーさんに追い出されて、チョッパーと共に渋谷にやってきました。芝居って、ね、一枚でも写真撮ってもらっていいですかって言われたら、もう OK。もうその自慢を認めるよ、じゃん。え、チョッパー持ってっていいですか？でっかいチョッパーあるじゃないですか、うちに。持ってくのあれ。は？だからぬいぐるみを持ってくとかじゃなくて、これ持ってくの？やっぱね、YouTuber インパクトっすよ。さすがに、一人ぐらいには声かけられると思うんすよ。それでは、レッツゴー。余裕でしょ。まあ、言ってもね、世界のチョッパーですよ。まあ、このチョッパー持っとったら、まずね、外国人がね、私のことをね、手放さないと思うんすよ。ちょっと、ハチ公はね、ちょっとね、あれっすわ、まあ、本拠地じゃないというか、ね、やっぱね、もう、麦わらスコアやったらね、さすがに言うてね、ワンピースだけで1万人やってきたんでね、まあまあまあ、いけると思うんすよ。まあ、とりあえずね、今から麦わらスコア向かおうと思います。声かけられなさすぎてすまんな、チョッパー。大丈夫やで、全部お前が悪い。いや、ごめんなさい、フォローです。帰ってきたよ。ございます。はい、聞いてください、小雪さん。どうした。やばいっすよ、その笑顔。もしかしてもう余裕っすさ。100人ぐらいに写真撮られました。嘘でしょ。マジマジ、もうね、もうみんな、おー、トヤトヤーみたいな、チョッパトヤーみたいな。どこの国の人やねん、それ。いや、嘘で、100人はちょっと。いやマジマジマジ。ありえへんわ。マジです、マジです。ちょっと動画見せてよ、撮っていいだろ。いや、もう、そういうのいいんで。え、嘘やろ。いや、嘘やろ。だってね、今、だってあれっすよ、渋谷の JK とか YouTuber 待ちしてるらしい。嘘やろ。正直に言うと、うん、ゼロ、ゼロかな。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。そして今日のワンピースフィギュアクイズはこちら。わかったかな。わかった方はぜひコメント欄ください。感想待ってるよ。